空間だったんですね、うん、かもですね。あとまあ自然の音は結構賑やかで、うん、あのカエルの音とか、うん、虫の声とか、まあ、家の前が田んぼだったりして、で、まあ、家の距離もそれなりにある場所だったから、うん、ちょっとハーッと歌ったりなんか音を出しても何も言われないようなこと、そういうオーラかなっていう、自分をなんか形作ってるような気がします。体の中のステージアクみたいな、まあ体の中騒がしいですけど、